こいつ入りたてや。なのな、ハンサムでエッチやから言いられてるかもしれへんけど、入場順こいつが先。おい、俺が支援でやりかねばお前。お前調子取ってちゃうぞ。お前みたいなな、あのコアッパは我が輩が制裁するのが役割やからな。今日はギタギタのベッドコンテンツちゃうからな。今が起動とかね。はい。あのね、今ある通りね、西山選手、この間プロレスの支援に、はい、まあ、一席でございますね。そうですね。はい、井戸山選手でございます。誰と誰やった。さあ、新町バッパス対石川です。さあ、バッパス選手がすごい勢いを仕掛けた。だいぶ怒ってますよ。怒ってますよ。はい、毎回10回して怒ってますね。そうですね。さあ、対決の方はね、もうバッパスの選手の方はね、もう超重量級感としてますよね。はい。さあ、西山選手どういった戦いを打ってるか。さあ、西山選手はね、シエンに入団してね、はい、まあ、初のシングルマッチ。そうですね。はい、なのでね、あのシエンのね、お客さんもね、どんな戦いをするかね、すごい興奮してたと思います。ありがとう、見る方もいらっしゃるんですね。そうですね。さあ、ここはお互い腕を取りに行く。でも西山選手はかっこいいですね。そうですね。ね、人気がいそうな。なんか岡田選手はこのハーツの顔に憤慨してるらしい。そうですね。岡田選手そういうのを、ね、思って、ハーツの選手が多いですよね。そうですね。はい。そして優勝ね、岡田選手の卒業ね。はい。いかがでしょうか、岡田選手も。さあ、で、西山選手とね、すでに入団して、やっぱシングルマッチで、しっかり勝利して、結果を残してるんだね。はい。さあ、ここは、しっかり絞っていく。さあ、これは重たい。すごい、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 すごい。さあ、返せるか。さあ、バコス選手もね、まあ、ずっとシーンにいる選手として、はい、まあ、負けられないっていう意識がありますからね。ぜひね、はい、バコス選手の体大きいからね。そうですね、大きいですね。さあ、強烈なショットがどうだ。さあ、バコス選手が大台するんですかね。さあ、デカさを投げるな。デカさを投げるぞ、エルボー。はい、これ、いきます。ショップと見せかけての蹴り、ハンサムだから許されるんですか。そうですね。はい。さあ、これも強烈なショップ、どうだろう、仕込んで。さあ、何を狙うか。さあ、ここは重たいから振られない。さあ、重たい。もう走るのも重そうですよね。すごい強烈なようですよ。本当に重たい。
ずっと伺ってるんですけどね、ハンサムっていうだけでね、西山選手が応援されてますからね、マコス選手がちょっと不利に感じますね。5分経過、5分経過、あー5分経った、ね、今もう西山選手はどんどん追い込まれてますか。さあ、一気に打ち込んだ、頑張れ。若いなって言って。